島は豚の飼育頭数日本一です。今回は豚肉を使った料理を紹介します。ブー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 。この番組はふるさとに目指し明日の鹿児島を作る JA 鹿児島県経済連グループの提供でお送りします。ブー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 。あ、本田さん。料理講師の本田香織さん、タワワタウン谷山で月に1回料理教室を開いています。本田さん、豚肉を使った料理ってどんな料理ですか？はい、今日は鹿児島の郷土料理豚味噌を作りたいと思います。豚味噌、私大好きなんだブー。それではレッツクッキン。材料です。豚肉はバラ肉ブロックを使います。詳しいレシピは JA 鹿児島県経済連のホームページでチェックしてください。まずは豚肉を沸騰したお湯の中で5分間湯がいていきます。下茹ですることで余分な油やアクを落とし柔らかく仕上がります。豚肉を茹でている間にニンニクと生姜をすりおろします。お肉の臭みを抜いたりするのも生の生姜やニンニクがいいですね。はい、すり終わりました。5分経ちましたね。はい、5分経ったのでお肉を取り出して、取り出します。その後、脂身と赤身がバランスよく入るように1センチから2センチ角に切ります。ではお肉を炒めていきます。はい、油は敷かず強火で炒めます。はい、冷めた時に白く油が固まってしまうのでここでしっかりと油を取ってください。はい、大体ですね、8割ぐらい火が通ったら、はい、ニンニクと生姜を入れて炒めていきます。すりおろしてるのですごく早く香りが立つと思います。香りが出てきたら合わせ調味料を入れます。はい、最初にもう他の調味料と混ぜておいた方がきれいに炒めていきますね。すごい。味噌の水分を飛ばしすぎないことがポイントです。そして仕上げに白ごまと鰹節を入れていきます。はい、そして混ぜ合わせてください。はい、本田さん、このくらいの炒め具合でどうですか？はい、大丈夫です。それでは豚味噌完成です。熱々のご飯と一緒にいただきます。お肉がゴロゴロ入っているのでとっても食べ応えがあります。豚肉の旨味と味噌の甘みが合致して、うん、ご飯がもりもり食べられますね。そうですね。また豚味噌にマヨネーズを加えて野菜につけて食べるのもおすすめですよ。皆さんもぜひ作ってみてください。それではたわわのわ。ここで番組からのお知らせです。チャーミートンセットを5人の方にプレゼントします。はがきに必要事項を記入の上ご覧の宛先までお送りください。また JA 鹿児島県経済連のホームページでも受け付けています。